微車門堂は京都市山品区にある天台宗の寺院。三号は五宝山。正式名は五宝山暗黒院出雲寺。本尊は微車門店。天台宗京都五門関の一つであり、山品微車門堂、微車門堂門関とも呼ばれる。入り口時典によれば、微車門堂の前身の出雲寺は、文武天皇の直眼により、 大宝三年行期が開いたという。平親藩浮文という資料によると、研究六年、平親藩は平等寺、村長寺、御法寺という平家ゆかりの三つの寺院を統合し、出雲寺に御剣道三棟を建てたという。こうしてできた寺は、出雲寺の寺席を継ぎ、研究六年に、塔の柿にあった旧出雲寺の地に、御法山出雲寺として建立され、 最長時刻の微射門天造を本尊とした。なお、比叡山延暦寺の根本中道に習い、西に平等寺、東に尊重寺、中心に五宝寺を据える配置となった。出雲寺前進寺院である出雲寺は、京都市上京区の小国寺の北、上、古霊神社付近にあったと推定される。付近からは、奈良時代前期に遡る古河原が出土しており、 行期の回帰であるかどうかは別としても、この付近に平安京戦と以前に遡る寺院のあったことがわかる。また、一帯には現在も出雲寺の地名が残されている。この出雲寺は平安時代末期には荒廃していたことが今昔物語集の記述などから伺われる。また、中世には出雲寺は桜の名所として知られ、藤原定家の日記、赤月記や 社籍集にも言及されている。平等寺三道置文によれば、平等寺は、関武天皇の御子で、関武平氏の祖である、桂原親皇の創建で、渦政に所在。尊重寺尊重寺は、平親臣の創建で、五筋に所在。御宝寺御宝寺は、平親藩の父、平藩家が伏見に創建したもので、王法元年期大主蔵に移転するが、長官元年に消失し、 最長自作と伝える美写門店の本尊だけが、大原来号院に移されていたという。室町時代の応仁元年、応仁の乱によって消失するが、文明元年には再建される。しかし、元気2年再び消失した。江戸時代初頭の慶長年間に至り、天台宗の僧で、徳川家康の側近であった天海によって復興が、開始された。江戸幕府は、 山品の安城寺の寺領の一部を伊豆寺に与え、現在地に移転、復興される。天外没後はその弟子の公開が引き継ぎ、漢文五年に完成した。五彩天皇御子の公弁方針能は、当時で受戒し、晩年には、微射門堂に陰性しているが、その際には父である、五彩天皇の死後に、御所から、直詩門、霊殿、新度のを配慮し微射門堂に移築している。 以後、門跡寺院となり、天台宗、京都五門跡の一つ、微車門堂門跡と称されるようになった。治療は1700国である。上記のほか、大阪府、泉市久保記念美術館所像の国宝、政治法を耳鼻池は、元微車門堂にあったものである。以下の鉄道駅から北へ、徒歩約15から20分。ありがとうございます。